荻原は裏を狙ってきました。タッチは割っていない。札幌サイドはゴールラインを超えているとアピールしています。まあ、ここマルコス選手が引いた裏のスペースですよね、これ中川選手が裏を取ってのクロスでしたし、まあ、こういう引く出るっていうタイミングですよね。長いボール諦めずに中川、いや追いついた、よく収めましたね。荻原ゴールに向かう軌道になりましたが谷です。